学校への適応が難しい子どもたちやその家族を支援する施設、熊本学習支援センター天草下田南校が開校しました。廃校となった旧下田南小学校を活用した天草下田南校は、地域の豊かな自然の中で学んでもらい、悩みを抱える子どもたちや家族を支援しようと、一般社団法人熊本私学教育支援事業団が日本財団支援のもと立ち上げたものです。8月26日土曜日に行われた開校式では、地域住民らおよそ100人が出席する中、テープカットが行われました。続いて天草下田南校の皆川校長が、子どもたちが安心して自分を表現できる場が大事だと思う、その意味でもこの立地と自然環境に可能性を感じていると挨拶を行いました。特にこの学校は一つの財産でもありますので、自然環境の中でですね、のびのびと育っていく、そういう施設にここを活用していただけるということであれば、非常にありがたいことだし、期待しておると同時に、私たちも一緒にですね、支援、連携してやっていきたいと思っております。この熊本学習支援センター天草下田南校は、定員50人で、天草島内をはじめ県内外からも小学生から高校生までの児童生徒を受け入れるほか、9月上旬には亀場町にも本土校として同様の学習支援センターを開校するということです。